締め工業所の遺構。手前が、社交口、奥が、縦工矢倉。締め工業所は、福岡県かす郡締め町にあった炭鉱である。かす丹田の炭鉱の一つ。締め炭鉱とも呼ばれる。採掘開始から閉山に至るまで終始国営であった、日本国内唯一の炭鉱として知られる。1964年閉山。締め工業所、立工や倉。 社高口などの移行が現在も残されている。2009年12月8日、縦港や倉が国の重要文化財に指定された。付近の社高路等は県指定史跡に指定された。産業考古学会の推薦産業遺産の認定がされると登録有形文化財の認定がされ、重要文化財の指定と経済産業省の近代化産業遺産の認定が 縦港やぐらだけではなく、車港の航行や二股排気風道で使われていた水上飛行機のプロペラーを使った廃風機等のすべての残存施設が認定された。締め工業所の歴史は1八8九年新原に設立された新原裁判所に橋を発する。新原裁判所は当時の海軍艦艇の燃料であった石炭の確保を目的として 海軍自身によって開発された。1898年に新原の地が予備丹山に指定され、翌年には第1校及び第2校が同地に開けこうしている。第1校、第2校、第4校が新原に設けられ、第3校は桜原に設けられた。現在 JR 新原駅近くに新原公園として整備され、 海軍炭鉱創業記念碑等が保存されている場所が、第四校の高校と、初期の海軍炭鉱の本部長者跡地である。締めにおいて採掘が始められたのは、1906年、第五校の採掘開始からである。その後も、高校の新設は続き、旅石の第六校、締め町の第七校及び第八校が設けられている。 明治期の主力校は主に新原に所在していたが、昭和初期までには、第一校から第三校までの高校はすでに採掘を終えて閉鎖され、最短の中心地は、締め地区の高校に移行した。それに伴い事務所の位置も1929年に、新原から締めへと移転している。このため、終戦後海軍から国鉄へと事業が移管された際に、 正式名称についても締め工業所へと変更され、締めの名を冠するようになった。昭和30年代より、国鉄鉄道路線の電化、内燃化の進展等の動力近代化計画によるエネルギー革命により赤字へ転落。そのため国鉄が工業所の売却を決定、締め工業所調査委員会が結成されるが国労が、猛反発、いわゆる締め闘争へ発展した。 宮地忠久大機関士、1896年1月17日から1899年11月8日、閉山後長らく放置されていたが、締め立て講やグラカイ対委託業を無調査が、町で行われると、地元九州産業高校学会、産業高校学会、土木学会、日本産業技術士学会、北海道産業高校学会などから、次々と保存要望がなされ、 地元締め町において学会のシンポジウムが複数回と学会の締め大会も開催され2003年に北海道赤平市で開催の国産鉱山ヒストリー会議という国際学会でも複数の発表と著名な海外の学者が締め立て校の見学に北海道の学会終了後に立ち寄り絶賛をされたことから 地元での保存会も立ち上がり残存施設の保存が実現をした。現在周辺は敷地の東半分の動力職場土地が締め町の福祉施設となっている。立高屋倉は土木学会栄評家、産業考古学会の推薦産業遺産に認定された後、経済産業省の近代化産業遺産として大臣認定をされ、文化庁から 登録有形文化財への登録を経て、文部科学省から国の重要文化財に指定され、保存に向けた修繕が行われている。社交路等のその他の残存施設も、県指定史跡に指定され、全体的にきれいに整備されつつある。第8高連卸高校跡第5公、西川高校跡。ありがとうございます。